大阪滞在最終日、ずっとお会いしたかったフォロワーのルビーさん、天使ちゃんと1年越しのご対面。出た、ダースベイダー危機一髪。嬉しい。はい、ヨギボのダースベイダーです。イエー、大成功。ね、ありがとう、あいちゃん。やったね、後日ダンボールいっぱいのお返しいただいてしまって、逆に恐縮してしまいました。ありがとうございました。京都方面前から行きは5番乗り場から発車します。電車は10分まで到着します。足元白身の背中これから名古屋ですよ。誰に会いに行くんですか。楽しみですね、はい、説明しよう。モフオさんとは私のツイッターのフォロワー様で、青空 TV 初期からのヘビーユーザー様なのである。葵とはお手紙のやり取りをしているまだ見ぬ親友なのだ。あ、ほら発見してもらったね。よかった。失礼しました。あおいがモフオさんと出会った。今回お世話になったお店は、加賀野菜や能登の海の幸をふんだんに使った日本料理や石川県の郷土料理をご堪能いただける日本料理の加賀野名古屋店様。和モダンな店内の個室で4人の宴が始まった。いやー、かわいい。やだやだ、ね、あと1番ね、あじゃあ1番のがあるね。はい、それ私で、はい、どうやばっ、ね、ありがとうね、朝早くから並んでくれて、ゲットしました。かわいい、でもね、重いんですよね。すごい、これが一番本命でございますね。よかったですね。来てー、うん、あ、篠村やったー、そう、お約束の、ね、あー、よかった、すごいね、嬉しい嬉しい。何かミゲルばっか出たもん。何をいただいたんですか。これです。おお、それはねずこちゃん。おお、ねずこちゃんのフィギュア、やったね、嬉しい嬉しい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。かわいい。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、やったー、ありがとう。はい、じゃあマスクとで、はい、封してください。もう一回、わーい、おめでとう。よかったね。美味しそう。そうね、だから最初だからパパも男の人だと思ってたんで、なんかずいぶん粘着質な男の人だな。
うわー、なんだ、葵ちゃんのことやってるけどちょっと怖いぞと思って確かに。そうそう、男の人だとね、そうそう、怖いよね。でも、女の人だと言われてちょっと安心したっていう。うん、はい。大人は？ウマベラス。すごいですよね。いや、なんか泣いちゃうな。嬉しいね。そんなこと言われるとママもね、泣いちゃうよ。本当に、ね、ちゃんと見てくれてる人がいるのは嬉しいね、やっぱりね。言ってくれないしね。あ、何ですか。ねえ、作ったのみたいな。マーベラス。今ここ。嘘、嘘。嘘。どうやらしたの。わしは天才やで。おいしそう。キュウリの漬物食べますか、おじさん。じゃあどうぞ召し上がってください。召し上がってください。2つ、はい、ね、2つ、はい、わんぱく食いしましたね。阿部さん、どうでしたか。もぼうさん、初めて会いました。楽しかったです。楽しかった。また会えるといいね。うん、ね、ママともすごく仲良くなってたからね。うん、今度パパがいないところで3人で一緒に会ったりするかもしれませんね。そうかもしれません。また次回会うときは楽しみに。はい。そう、さっきツイッターでツイートしてたら、おつさんからのリプが来て、あ、もほばさんとご飯なんですか。あ、よろしくお伝えください。ありがとうございます。よし、じゃあこれも動画で後でまず載せとこう。ね、すごいですよね。ね、すごいですね。あの人の絵がすごいお上手で、で、うん、ね、お仕事しながらだから、なかなかですよね。大変ですよね。今回遭遇記念ということで、先ほど話していたおつさんに2人の似顔絵を依頼したところ、快諾いただけたので、その絵で新エンディングを作ってみました。それではどうぞご覧ください。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、グッドボタン押してね。